先生がドアを開けてくれたら行きましょう。ダディーっつって、よし行きましょう。はい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 、見つかった。先生やめて、追っかけてこないで。オッケー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 。ここが苦手なルートなんだよな、トレガ戦が。俺はトレガ先生、いやらしいんでね、出口を塞ぐという技を放っているのでちょっと困りますね。まあここは俺もそれなりに彼の出口を塞いであげるっていう方法でいきたいと思いますけれども、失敗したらなんかごめんなさいって感じ。よいしょよいしょ、先生登場しまーす。こんにちは先生、おいで。よいしょ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 、はい。で先生はこうすればあのドアが破ってるんで、あのこの状況ですね、俺がドアを塞がれてしまっているのと同じ状況。よっしゃ、オッケー、すんなりいけた。よかった、危ない危ない危ない。まあこれは結構知られてる方法ではありますね。よし、これで先生回避ですね。オッケー、まあ、かわいいですよね、ドア閉められちゃう光景が。ちょっとすいません先生っつって普通にドアノブ回しゃいいのに、あのハサミをどうしても使いたいんだな先生な。よいしょ、いきましょう。はい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 、はい、ドア開けて、はい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 、で鍵を取りましょう。鍵を取って先生ワープ、オッケー、来たね先生。よし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 、でここに隠れて、まあ先生が向こうまでパーって行ったら、俺はもう先生の背後をついて忍びっつって、忍びのダッシュっつって行きたいと思います。よっしゃ忍び、オッケーオッケー、もう先生の出番は終わりと言っても過言ではないですね。はい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 、先生何気に足が速いんでね、気をつけないとここで追いつかれちゃうっていうパターンもエレベーター内入ってくるっていうやつも。わおわお、先生先生、後ろを向く。俺には背中にも目があるってことを先生忘れちゃいけなかったんだぜ。あばよ先生。よし、これでトレガ戦は終わりですね。しゃ、トレガジュースの作り方、手順1、絞る。はい、今しゃがんでたな、この人しゃがんでたから立たなきゃだな。よし行きましょう。よしよし、であとは道なりに今度は進むだけですね。でまた神父が心配して話しかけてくれますけれども、休憩するかいっつって、あいつタイムロス狙ってるんで、俺と話してちょっと休憩しようよっつって言ってきますけれども、無視します。先生は無視です。あ、先生じゃね、神父は。よかったっつって、君が生き延びてくれてよかったっつっていいこと言ってくれますけれども、あ、曲がるんだった。これちょいちょいこういうミスがあるな俺、道どこだっけっていう。完全に覚えたつもりがね、すぐ別のゲームやると忘れちゃうっていう。鍛冶屋さんルート、よいしょ、 OK、 ファイヤー、アウトラストファイヤー、 OK、 燃えるに燃えて、あちちな男、熱い男はいい男っつって、熱血男がいますね。全部燃やさなければいけなかった、ありがとう。もういっそ病院中燃やしてくれて構わないよ、そうすればアプシャー君がここに来る必要もなかった。よしよしよし、ここはちょっと走れないので歩くしかないですね。ウェーイ、でまたここであれですね、やりたくもない追っかけルートが来ましたね。オッケー、もう緊張の連続ですよ本当にこのゲーム、飽きさせねえなっつって。ここはいきなり右に曲がっちゃいます。クリスさんが現れましたけれども、まあ問題なしですね。彼も突破します。今回あんまりね、のたくそしてると引っ張り出されたりね、殺されたりといろいろひどい目に遭いますけれども、まあちょっとだったら大丈夫でしょうっていう、いるんで曲がったら。よし、危ねえ、あいつあっちから来やがった。よしよしよし、 OK OK で ここ入っちゃえばね、引っ張り出されない限りは大丈夫。 OK 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 OK、 手伸ばしてもあいつの腕も入らないのでね。あれ、俺の手入らないっつって、ちょっと可愛い光景が見たいね。うん、見れるわけではないね。汚いの誰かなっつってお前何やってんだ、血液風呂に入れて何言ってんだ、自分のアヒルちゃんを持ってきたかいっつって。これね、真正面から現れる時とね、
曲がったらすぐいる時がねまちまちなんですけれども、まあ曲がったらいるね、うん、まあ大抵こっちみたいですね。よしよし、これでまああとはスプリンクラー回すだけですね。オッケーオッケー。まあちょっと見られるのがいいんじゃないでしょうか、そこは思うけど。そうすればちょっとこっちに来てくれるんで、足早にホッホッホッって、そしたらまあ回避しやすいですね。あんまちょっとずつ猛進で追いかけてくるっていうね、なんかこう頭ひねって追いかけてくるときとそうじゃないときがあるんで、彼らは基本頭は悪いんでね。あ、やばい。よし、上上向く。上から現れると思った。待って、フィンガーマンバイバイ。オッケー、フィンガーマンと名付けよう。俺のフィンガーはないだけに意味がわからない。労働入ります。ほんともどかしいわ、このロード時間。ウェーイ。よし、どんどん行きましょう。サクサクサ。トレガ先生が行かせたがってた出口ですね。まあ、ここは鍵を拾っていきましょう。結構手前に建物があるっていう、思った以上にね。暗いからかなり奥にあるなーって思っちゃうけど、これなんかは。OK。ではここはバッテリーを回収していきたいと思います。二つね。よし。これで、まあ今後、もうしばらくバッテリーを拾わなくて大丈夫みたいな。ウォルライダー先生もこっちだよっていろいろ教えてくれてるので、彼についていきたいと思います。はいはい、よし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 、いいぞいいぞ。 OK、 開けていきまーす。はいはいはい。さてさて、ここもちょっと俺が最初かなりビビっちゃった場所。先生痛い。よし、 OK OK。 まああそこはね、ちょっと心理的に怖いけど死亡するっていうルートではないからまだいいですよね。後半の彼はやばいですけど、本当に。はいはいはい。まあここも俺はちょっと足元見てんじゃないと死亡する恐れがあるので、怖いのでね、確実に死亡しない感じでいきたいと思います。 OK。 であとはヘリに行って、この間に電池を交換しちゃいます。アプシャー君ね、心の目で見て足元分かってくれてるので、それはありがたいですよね。はい、よし、ほいっ、よし、いいぞ。こうサクッと登れるのがいいですよね。若干のそのタイムの短縮につながるって感じ。ゲッチゲットアウト。ありがとうございます。俺も見えるよ先生がな。はいはい。でまたあれですね、クリボーが現れますね。そうだ、ロードが入るんだった。クリボーちゃんクリボーちゃんって言いながら、まあ、あんまり走るとね、俺見つかっちゃうのは嫌なので、ちょっと怖いので、あんまり見つからないように行きたいですね。あー、怖い。俺ここ苦手なんだよね。あそこの辺にいるんですよ。うわ、水の中入ってきてるわ、あいつ。よし。OK。いや、わかった。なんとか乗り越えられた。よかった、怖い。あれ結構至近距離なんですよね、あいついるの。ああよかった、もういないっていうね。あいつ地面潜れんじゃねえかっていうぐらいの勢いですよ。モグラなんだあいつ。そうか、地底人クリスっていう名前でもいいかもしれない。いろいろ名前ができるあいつの。地底人クリス、モグラクリスとか、モグラクリストっつって。いい、よし、 OK です。まあ、ここはね、どうやったら安全に降りられるのか俺わかんないんですけれどもね、ダメージ受けちゃいますよね。で、ここまたクリス登場。これね、戻らないと引っ張り出されちゃう時があるんで、ちょっと戻りたいと思います。まあ、花壇の周りを回ってれば、花壇じゃねえや、噴水、ベンチ、なんで花壇って言うんだろう、これ。誰かは花壇って言ってたんだよね、それの影響で。うん、オッケーオッケー。まあ、あそこさえ乗り越えれば。あんまり内側に行きすぎると、早く自分が回りすぎちゃって先回りしてくるんですよね、そういう時も。あいつがそうなっちゃうのも回避したいし、あんま遅すぎるとあいつに攻撃されるし、で、まあ、なかなかちょっとタイミングが大事なエリアなのかなと思いますけれども。はい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 。今度はあれですね、ヒューズのエリアですね、今度行くのは。よいしょよいしょ。 OK。 ヒューズのところもね、大変なんだ。まあ、またあそこもダメージありきでいきますけれども。よしよし。じゃあここちょっと明るいので今のうちに電池交換をしていきましょう。すんなりいきましょう。ここは一切曲がったりせずね、道なりに進みましょうね。オッケーオッケー。でここが俺ね、タイムロスしやすいところ。ほい、ね、オッケー。落ちるんですよね俺。
あーっつってあーっすっつって、よし、あ、そう、こういうちょいちょいの間違いがある。オッケー、ほとんどここに、ここはまっすぐから行きたいと思います。で、ここね、挨拶の仕方がね、おかしいんですよ。殴って挨拶するっていうすれ違いざまにね、そういう人がいるので、ちょっと危険なエリアなんですよね。インディ・ジョーンズで言うところの、これがドイツ流の挨拶だっつって、バンって殴ってくるあのシーンなんですよ。いるんですよ、ここ曲がると。あ、こんにちはっつって。うん、そんな感じでね。うん。まあ、挨拶交わせば、まあ、どうってことないんですけれども、まあ、ここは閉めてあげましょう、彼のためにも。うん。で、ここのドアはまだ閉めないようにね、後で使うので、ここは。まあ、先に俺はこっちから行っちゃいたいと思います。人がいるんですよ、ここで。こいつがね、一撃でぶっ飛ばしてくるんだよね、こっちのこと。捕まりたくないっていう。で、また挨拶しようとするんですよ、ここ曲がってくる人が。でも、まあ、それは回避して、まずこっちに行きたいと思います。ヒューズを回収しちゃってね。うん、オッケーオッケー。で、このヒューズを回収したら、また挨拶しようとして、後ろにいるのでね。オッケーオッケー。で、挨拶、まあ、こんにちはっつって軽く会釈して、で、行きましょう。ここはまあノーマルモードだからできるんですけれども、まあ彼のためにもね、ここのドアを閉めてあげましょう。そうすればね、俺がヒューズをはめる手間も省けるし、手間が省けるというか、ヒューズもはめられるし、彼にとってちょっと筋トレにもなるかなっていう。 OK、 では戻りましょう。 OK、 えいえいえい、 OK、 これでヒューズルートは終了ですね。ヒューズが一番めんどくさいと思う。広いからね、行動範囲が。よしよし、いいぞ。なんかここはまあ道なりにまっすぐ行って、あそこ明かりがついてるところですね、うん、ここにコインランド、ああ取りすぎた俺、やべやべ、あの明かりを目指して走りすぎたわ。おーしゃ、うん、ありがとう。危ね、ビビったー。よっしゃ。で、もう我慢の限界、俺も走るっつって、俺も混ぜろやーっつって出てくるんで、まあ君はここを乗り越えられない時点でダメだよって言って、現実を思い知らせてあげましょう。才能がないとこのダッシュはできないんだっていうね、現実を思い知らせて上まで上がりまーす。 OK、 よしよしよし、 OKOKOK、 ここもね、才能ありきのジャンプ。 OK、 よーし。で、また電池がここ2個あるので拾っていきたいと思います。よし、これがあればね、安心安心。よしよし。で、ここをまた這いつくばってる間に電池交換を今のうちにしちゃいたいと思います。うん、走りながらね、やるのとね、ちょっと足遅くなるんでね、回避もしづらいし。ほい、あぎゃー。で、ここはね、ぜひとも回避したいところ。ああ、ジャンプを連打してればね、回避できる時あるんですけれどもね、いまいちうまくいかない。先生邪魔、暗い暗い。よし、これでね、まあ何秒かタイムロスするんですけれども、まあしょうがないね、行こう行こう。ふっふってジャンプ連打してれば回避できる時がね、あるんですよ。よいしょ。じゃあ今度オールライダー先生とはちょっと逆に行きたいと思います。はい。で、また患者さん2名が襲ってくるんですけれども、まあ、彼らね、ちょっと威圧的な感じでこっち来んなって言ってくるんですけども、彼らは無視しましょう。はい、このままダッシュで切り抜けていきたいと思います。そういう高圧的な態度は受け付けませんよって言って、アプシャ君も言ってるんで、いなくなっちゃったっつって。よしよしよし。じゃあこのままね、今度また、まあ、大事な大事な宝物を失うシーンに飛び込みますけれども、おっ、あー、俺の家宝が、あー待ってー、暗視ゴーグルの暗視モードのまんま落ちたよって感じですよね。電池なくなるわっつって。 OKOKOK。で、ここからはね、ちょっと暗いところ、俺、引っかかりやすいんですけれども、それに気をつけていきたいと思います。はい。この曲が好き、この BGM。絶望的な状況にいるのに、さらに重なって訪れた絶望的な場面みたいな。トゥーレーレーって。アウトラストの BGM いいですよね。スカ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 。ここね、あんまりね、際行きすぎると、うにゃーつって、上がろうとするんで、アプシャー君。下がるんじゃなかったのつって。ここね、生放送で一番俺がね、悲鳴を上げたところ。情けない悲鳴を上げたところ。ふめぇっつって。まあ今はね、あれですけれども。あんまあいつの顔見たくなかったら後ろ向きで行くとね、あいつのカメラにあんま映らないので、いいと思います。はい。
あ、俺のカメラ、あ、よかった俺のカメラ、電池もいっぱい残ってる、大丈夫大丈夫、よし調整して、こんにちは、オッケー。彼らまあ人ん家に、ね、入ってきたので、アプシャー君がこう勝手にね人ん家に入られたら、それは誰でも怒るよねっていう感じ、誰だっつって、もう泥棒扱いされてもしょうがない、うん、なのでここはもう一気に何も取らずに行きましょう、うん、まあ、アプシャーね、もう過去にいっぱいその取材する段階で女の人の下着とかいっぱい撮ってるんで大丈夫だと思います。いらねえ、今さらこんなところの下着なんかっつって、下着専門ジャーナリストですね、違うか、そういう設定なかったか、よし行きましょう、でどん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 、もうここは道なりでね、つまんないこと言ってないでどんどん道なりに行きましょう。